はい、じゃあ無限回路、今回24から26やっていきます。で、26までしかまだやってないんですけど、個人的に24が一番難しかったですかね。まあ、手持ちキャラにもよるんですけど。で、今回のパーティーはこんな感じですね。はい、じゃあ行きます。で、キャラのレベルとか残滓のレベルは、最後にやって、24、25、26で分けて、概要欄から飛べるようにしておくんで、はい、という感じです。で、まずは、学長が普通に攻撃、ナナミンが残滓使って攻撃、マヒト攻撃、五条先生も攻撃。で、僕の手持ちなんですけど、初期のキャラプラス、新しいキャラだとこの五条先生しかいないですね。全くガチャ引いてないんで。で、2ターン目からは、学長とナナミンバフ、マヒトが、必殺ゲージ回復、もう一発攻撃ですね、五条は。一応無課金でやってるって感じですね、僕は。はい。で、学長とナナミンバフ、必殺ゲージ回復。で、こっから五条先生もバフかけていきます。はい。はい。で、バフ、ゲージ回復、バフ。はい。で、学長が、残滓使って、防御アップですね。で、バフ。で、ナナミンバフ。マヒトは残滓で防御アップして攻撃。もう撃てるんですけど、マヒトと五条先生、もう一回、使います。もう一回、必殺技打たずに。で、マヒトの残滓が必殺技の時使えないんですよね、これが。で、これで耐えて、ナナミンだけ撤退かな。ナナミンだけ撤退します。で、学長の防御アップは、一回復活できるんですよね。で、ここでバフかけて、学長と、西宮じゃん。サブの。で、残滓でプラス、バフ。で、ナナミンの領、あー、ナナミンじゃない。マヒトの領域展開と、五条先生の必殺技、連携必殺技。で、ここで大幅に HP を減らします。で、できれば、もう一ターン耐えてほしい。マヒトと、マヒトと学長、もう一ターンぐらいは生きててほしい。で、まあ、五条先生やられることはないと思うんで、よし。そうだ。で、こいつ HP 半分になったら2回攻撃してくるんですよね。で、学長必殺技、西宮ちゃんバフ。で、まあ、マヒト、これで、無位天変。で、五条先生は普通に攻撃していくだけですね。で、ここでブレイクできれば、まあもう大丈夫かなっていう。OK。もう大丈夫だと思います。はい。で、バフ。もう、学長と西宮ちゃんはバフでいくかな、もう残り。で、溜まり具合的に西宮ちゃんと五条先生が必殺技一緒に打てるかなっていう感じですね。OK。あ、まだか。あ、いけた。よし。で、結構簡単に倒せたんですけど、個人的にこのパーティーを作るまでに時間かかりましたね。24回。めちゃめちゃ負けたね。もうほんといろんなパーティーで試してって、やっとこれでクリアできたって感じだったんで、
このパーティーが完成するまでが大変でした。はい、じゃあ次25回やっていきますか。はい、じゃあ25回やっていきます。25回は結構、まあ24回やっぱ難しかったですね。はい。で、パーティーはこんな感じです。はい。やっは、ぱキ質ャ問ってラ、ありますか？なんすかね。本当にチケットでたまたまこの五条先生弾けたんで、よかったですけど、やっぱ、どうなんですかね。パパグロとか、ゲトウとか持ってたらもっと楽なんですかね。他の回も。まだね、あれですけど。で、まず1段目が残滓使って、犬巻先輩防げ。で、学長がキック。西宮ちゃん攻撃。一発目は五条先生ですね、攻撃ですね。まあ全員ボスに攻撃。で、まあ、犬巻先輩と五条先生の必殺技で、カエルは倒せるんで、まあボス狙っていくっていう感じですね。はい。で、犬巻先輩防げ。で、こっから学長バフ。で、西宮ちゃんはもう一回攻撃ですね。で、五条先生はこっからバフかけていきます。残滓は使っていいか。で、カエルの必殺技が呪力を減らしてくるんですよね。で、そこで、学長と西宮ちゃんがどうなるか。うん、ですね。そこでバフ変わっちゃうんで。まあ、そこで、五条先生とかね、減らされたら全然大丈夫なんですけど。あー、西宮ちゃん減らされちゃったね。まあ、だけど、学長は減らされなかっただけいいか。で、残滓使ってバフ。で、ボスの必殺技が飛んでくるので、西宮ちゃんは、残滓使って防御アップして、五条先生で必殺技。で、これで、ボスはブレイクできないけど結構、あ、しまった、間違えた。今のとこはボス狙ってください。犬巻先輩は。ああ。で、結構減らせるけど、ブレイクまではいかないんですよね。で、まあ、防御アップしてるから多分大丈夫でしょう。あ、残ったね。うん、よし。で、まあ、あとは、犬巻先輩防げか、まあ、攻撃。で、西宮ちゃんと学長の連携必殺技で、まあ、あと五条先生この攻撃やって、まあ、必殺ゲージ稼いでっていう感じでいいかなっていう感じですね。あとはもう多分大丈夫だと思うけど。で、まあ、学長の必殺技打ったんで、これで、ダメージもたくさん与えれるようになるし。で、まあ、誰かやられても、得意属性のマキさんがいるんで。マキさんあんま育ててないんですけどね。この4人は、がっつり育ててるんで強いんですけど、マキさんは全然育ててないから、あんま強くないですね。はい。まあ、一応もう残滓使っとくか。で、ブレイクできるでしょ、これで。バフも乗ってるし。OK。もう大丈夫ですね。はい。で、まあ、西目ちゃんのね、さっきカエルに、呪力減らされなかったら、もっとバフ乗ってたしね。犬巻先輩と五条先生の必殺技が。はい。もう大丈夫でしょ。もう本当新キャラ持ってないんで、他の新キャラがどんだけ強いのか分かんないんですよね。乙骨もゲトウもフレンドで使ったぐらいですし、他のね、まだまだいろんなキャラ全くほぼ使ってないんで分かんないですけど。はい、というわけで25回でした。じゃあ次26ですね。はい、じゃあ26回やっていきます。パーティーは一緒ですね。さっきと25と一緒っす。はい。で、マキさんは、得意属性、有利属性、プラス、残滓は必殺ゲージアップですね。なので、まあ、登場してきて、もう、比較的すぐに必殺技打てるようにっていう感じですね。はい。で、犬巻先輩が残滓使って、
して防げ、まあさっきと一緒ですよ、正直。で、学長と西宮ちゃん攻撃、五条先生一発目攻撃。はい。やっぱ24が難しかったな、一番。で、防げ、で、学長はバフ。西宮ちゃん攻撃、五条先生バフ。まだね、ちょっとね、40回ぐらいから厳しくなってったらあれなんですけども、21の段階でちょっと、難しいなって思ったんで、ちょっと、怖いですよね、こっから先。で、学長と西宮ちゃんバフ、五条先生もバフ。斬死使っておこう。で、必殺技打ってくるんで敵が、犬巻先輩必殺技で学長が、斬死使ってバフで西宮ちゃんが斬死使って防御アップしてバフで校長先生必殺技はいで結構さっきやった時犬巻先輩が食らったんですけど一発でやられてましたねこのボスの必殺技斬死で防御アップしてんのにで多分防ぎの分もあるよねそれでもやられてたんででさっきここでブレイクできなかったんですけどさっきやった時はで犬巻先輩やられたんですけどマキさんと防いでいっかであとはまあ犬巻先輩は防げできる時は防げやって、味方の必殺ゲージ回復してでここはまあ学長と西宮ちゃん必殺技打つんですけどまあ、呪力余裕あるうちは、バフかけといて、五条先生はひたすら攻撃やっとくっていう感じでいいっすかね。で、さっきは犬巻先輩やられて、巻さんが必殺ゲージ回復の斬死使って攻撃して、で、五条先生ひたすら攻撃。で、学長と西宮ちゃんバフかけて、普通に倒しましたね。うん。っていう感じです。さあ、27どうだろうね。まだやってないから。27、属性はなんだ?ああ、得意属性か。いやー、これ多分50無理ですね。ちょっとね。でも、最近、そうだ。まあ、キャラの育成状況見ますか。てか、手持ち見ますか。手持ちこんな感じですね。一応、幻影メダルでゲットできる、ジョーゴ、マヒと、花見はゲットできました。花見ね、ちょうど今日ゲットしたんですよ。ジョーゴと、マヒとは持ってて。で、チケットで、リセマラで、初期の五条先生に、東堂に、とマキさんかな。で、チケットを、まあ、結構消費してて、イタドリと、ナナミンの SSR 引けた。犬巻先輩も弾けてたかな?もうほぼ使ってないんで、この辺は。っていう感じっすね。で、レギュラーメンバーの紹介だけしときますか。うん。まあ、レギュラーメンバーはほぼしっかり育ててます。うん。で、大事なスキルはもうほぼマックス。9とか10にしてますんで、しっかりコマンドスキル。で、グレードも、犬巻先輩はなってないけど、まあ、学長とかね。で、バフはしっかり、マックス。で、西宮ちゃんもね、バフは9にして、マックス。で、前回これ紹介しなかったんですよね。レベルマックス、グレードマックス。で、バフが9の、必殺技が10っていう感じで。うん。で、マキさんは全然育ってないですね。うん、3335、コマンドスキル。で、グレードも全然上げてないね。うん。で、斬死はしっかり上げてますね。よく使うやつは、まあ、レベルはしっかり上げてるっていう感じですね。で、基本的に僕は、覚醒、虹色の覚醒のやつ、まあ、コマンドスキルにしても、キャラ、を覚醒させるやつにしても、斬死覚醒させるやつにしても、クエストで詰まらないと、
クエストがクリアできなかった時に使うって感じで、基本的には貯めてますね。持ってるから誰かに使おうとかはないですね。きつくなったら使うっていう感じ。で、まあこれはサブ用に使いますね。必殺ゲージ回復。で、さっき使ってた五条先生ももうちゃんと育ててます。バフと必殺技は10だし、まあグレードもしっかり上げてるっていう感じですね。で、手持ちキャラはまあ、そうですね。パパグロも好きなんだよな。パパグロも欲しいし、ゲトウもね、両方持ってないし、ね、乙骨も持ってないし、もう早くフェス限ガチャ来てくれよっていう、そしたらもう一気に引くのに。あと、工場キャラに追加してくれよ、今までの SSR。育成は全然終わってないですね。順番に育成してってよく使うやつから、あげてるんですけど、もう、ちょこちょこ上げてる間にもうまたグレードアップしちゃうんで、グレードアップの追加がしちゃうんで、結局レギュラーメンバーしか育成できてないっていう感じかな。まあ、いっか。キャラ持ってたら持ってたで、育成大変だから。っていう感じでした。じゃあまた、まあ、27、28、29とクリアできたら攻略動画出していきます。ご視聴ありがとうございました。